はい、皆さんこんにちは、トミーでございます。今回も一問一答シリーズを頑張っていきたいと思います。はい、オーラルケアというタイトルの第38問目になりますね。まだ38問目ですね。頑張っていきたいと思います。それでは今回は、オーラルケアですね、口内トラブルとかによく使っていける、あの有名なハーブをご紹介していきたいと思います。問題文はこちらですね。はい、様々な働きを持つ長寿のハーブとして知られています。学名の語源であるサルバレニアですね。ラテン語にはなりますが、括弧1という意味があります。抗酸化、抗菌作用、それから口内炎などに効果がありまして、オーラルケアにも最適です。この更年期の括弧2にも適用をしてくれますというハーブのご紹介でして、今回は記述式ですね。1番と2番の穴埋めを答えていただきたいという感じの問題で作ってみました。まあ、最近はほとんど、最近と言いますか、この、ハーブ&ライフは結構穴埋めではなくって、まあ、選択肢がね、本番の問題に近いような感じで答えてますけども、こういった記述式で穴埋めの選択肢で答えるという問題も、ちらほら出てましたので、それも作ってみましたという感じですかね。はい。一番のヒントをちょっと入れてます。英語でキュアというのが、大ヒントです。はい。二番目の、括弧は、爽やかな香りから来る、ある症状ですね。はい。に、効果ができると、期待できるという感じでございますので、これを踏まえた上で答えていただければ嬉しいなと思います。結構大ヒントを出してますんで、分かっていただけるとありがたいです。はい。では今回は早いですけども、サクッとね、答えに行きたいと思います。答えはですね、こちらになります。1番目は、救うとか治療するというのが、はい、英語で言うとキュアになりまして、まあ、長寿のハーブとね、言われている聖樹ならではの、ね、効果かと思いますね。うん。それから2番目につきましては、爽やかな香りから性感作用、発汗を抑えてくれる汗をね、抑える効果がありますので、更年期の発汗異常ですね、ホットフラッシュ、まあこれは、どんな方でも症状としては更年期に差し掛かると、女性の方は入ってくる感じなんですけれども、ホットフラッシュですね、はい、に、効果が期待できるということになっております。はい、まあ、ブラックコホシュなんかも、女性ホルモンのね、整えてくれまして、発汗異常を抑えてくれたりもしますけれども、なかなかちょっとね、根っこっていう部分で手に入りにくかったり苦かったりしますので、まあ、セージは割と、ヨモギに似た香りがしますということで、まあ、爽やかな香りがして、取り入れやすいかなと思いますので、ぜひ使ってみていただけると嬉しいなと思います。それでは最後にキーポイントですね。セージのおなじみのハーブでございますけれども、これをまたまた紹介をしていきます。はい。メディカルハーブの分野でも、まあこれはかなり、出題頻度が高いですので、まあ料理にも使えるんですけれども、メディカルハーブとして、まあなんか使っていくっていうのが多いですかね。まあただティーとして飲むっていうのもなかなか苦さもありますので、使い方が難しいところではあるんですけれども、はい。では、もう一応ね、このまとめを読み上げてまいります。和名が、薬用サルビアですね。まあ、薬用とついてますので、それは薬効高いだろうということなんですけど、学名オフィキナリスですね。サルビアオフィキナリスと言います。で、シソ科のハーブですね。まあ、シソ科は大体、この、葉っぱ系のハーブがほとんどです。タイムであったりとか、ラベンダーもそうですね。うん。まあ、いろんな、葉っぱ系のハーブ、薬効が高いのがシソ科に集まっておりまして、まあ、代表的な成分としてはロスマリン酸ですね。やっぱり抗酸化作用、アンチエイジングに非常に効果、効能を発揮してくれて、抗菌作用等も入っているような、ロスマリン酸が、やっぱり、メジャーですかね。うん。はい。で、口内トラブルに最適なのがセージでして、オーラルケアに使います。例のうがいですね。まあ、飲むというよりはうがいとして使っていただくと非常にいいかなと思います。あとは、セージの歯磨き粉というのも売られておりますので、まあ、お塩ですね。塩と、それからセージの割合で1対3ぐらいでやっていただければいいかなっていうのでも、ご自分で作っていただくこともできます。はい。ただ、歯磨き粉買った方が、まあ、早いっちゃ早いんですけども、使っていただければと思います。あと、よもぎに似た、爽やかな香りがしまして、ただ、ほろ苦さがありますのが特徴です。肉料理など、脂っこい料理に使っていただくと、仕上がりが、少しまろやかになるかな、というふうに思いますので、料理の分野でも使っていただければ嬉しいなと思います。はい。では、薬用サルビアの今回はハーブでございました。メジャーのハーブですけれども、まあ、いろいろ、薬効はね、すごいんですね。また、まあ、出題頻度としては微妙なところですけれども、そうですね、ハーブ&ライフとしては、今お伝えした、この、
適用の部分が結構出やすいですかね。はい。学名とか科名とかその辺は、まあ、なかなかメジャーすぎて出ないところもありますので、その辺を押さえていただければ嬉しいと思います。では最後までご覧いただきましてありがとうございました。次の一問一答でお会いをしてまいりましょう。See you next time. Bye bye.